はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせてこんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日、2月の、24日、もう少し25になりますの、撮ってます。はい、ありがとうございます。でですね、帰りの電車の中で、サニージャーニーの動画も見させていただきまして、早速というか、ついて、駅からの駐車場のところでこれ撮ってるんですけれども、で、もともと、先日、私、出させていただきました、これこれさんのライブの話を、だけしようと思ってたんですけど、あの後ですね、私、寝てしまいまして、すいません、寝落ちです。ごめんなさい。で、その後、風邪ひきまして、で、23日はですね、仕事はしてたんですけども、定時で帰って、普通に薬飲んで寝てました。で、今日お仕事をしています。で、そして、やっぱりもね、そろそろ出すのかなと思ったらやっぱり出してきたなというところなので、で、これこれさんのそのライブの、ところと、話を絡ませてですね、今回話していければと思います。で、まず最初にですね、これこれさんの、ライブに、出させていただいた形になるので、ご協力いただいた方、本当にありがとうございます。ツイッターの、アポカリプスさんとかですね、経緯なんですけれども、ちょっと経緯から話しますね。私がこれこれさんの方に依頼したわけじゃないんですよ。皆さんがこういろいろこうサニージャーニーに対していろいろこう不満に思ってることなんです。だからちょっとね、配信について少し私も謝んなきゃいけないことがあるなっていうふうに感じてたんですけれども、基本的に詐病この人たちが嘘だからとかそういう話で、これこれさんに依頼したんじゃないんですよ。元は違うんです。この人たち、このサニージャーニーの二人に対する大きな不満を持ってるので、これこれさんに取り上げてくださいって言ったんです。そういう流れです。で、こういったことが続いてるんですよっていうふうに、こう、証拠、そういった資料をどんどん出していただいて、で、これこれさんも、そこで、じゃあ取り上げますってなって、で、その間に入っていただいた方がいるんです、たくさん。で、それで、私が、普段からね、サニージャーニーの、動画についてとか、ブログとか、ボイシーとか、いろんな行動とかについて、発信をしてるっていうところもあったのか、ご縁があってですね、依頼が来て、で、時間をフィックスしていただいて、で、その事前の資料とかも私の方に、送っていただいたんですよ。で、それで、これこれさんと、これこれさんの LINE ですよね。で、それと私の方で LINE を交換させていただいて、で、通話という形になったんです。じゃあ、何を告発する、したいですかっていうようなものだったんです。で、あの時に本当に感謝したいのが、実際、私のちょっとスマホの容量不足っていうのもあったりとかして、大変ご迷惑をおかけしてしまったんですけれども、まず、事前には資料送ってます。で、だからこっちも送ってあるので、手元にあるっていう体で話してたんですね。なので、これありますかっていうふうなことを言ったんですけども、ちょっと今、証拠として出していただかないとっていうことで、ちょっと手間取ってしまいまして。で、そしたら、視聴されてる方のうちの誰かがですね、これですって出していただいたというところで、じゃあ、診断括弧証明書っていうところの話だったんですよ。で、あと、もう一つは、その事前のお話もあったんですけれども、そのこれこれさんの生配信なわけで、視聴者さんがやっぱいるわけですよ。で、そうすると長い話でダラダラするというのはまずできないんですよね、あんまり。で、あと場合によってはね、やっぱり途中で、じゃあもういいですって言って切られる可能性もあるということで、できるだけ焦点を絞っていったんですよ。で、そのサニージャーニーに対して一番不満が大きいのは何かっていう話をこういろいろやってたときに、パターンがあるんですよね。まず一つは詐病なんじゃないか。これが一つです。で、次、二つ目がお金の集め方に対して不満があると。で、もう一つは公平し働けっていうことですね。要は遊び歩ってて、ね、お金を定職につかないで、病気である妻を、理由として、ヘラヘラ、ニヤニヤ集めて自分も贅沢していると。うん、で、もう一つ、がん患者さんを馬鹿にしてるんじゃないかってことです。発信内容が。だから、副作用を、
こう、当然副作用って重い。フォルフィリノックス療法っていう、で、抗がん剤3つ使うわけじゃないですか。で、それをやってるにもかかわらず、じゃあ、スイッチが切り替わるように1週間ごとで元気ウィーク。あとはもう一つは、もうあえて言う。紐のウィークっていう言葉なんですよ。あれが、じゃあ自分たちは確かに楽しんでるんですけれども、あの言葉ってね、やっぱり、抗がん剤治療を受けてる方とか、同じ闘病してる方にとっては、いや、見なきゃいいじゃんって言うかもしれないですけど、ナチュラルに使いますし、ブログでも、ボイシーでも、スル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 使うんですよ。うん。だから、そういった、こう、発言に対して、発信に対して不満を持ってる方たち。で、あとはもう一つです。水木さんの体を純粋に心配している方がいて、で、それに対して、公平の行動と、公平士の行動と、あとは水木さん自身の、その、担ぎ上げられちゃってるんじゃないかっていうところ、この周りに対する不満。だから、何かって言ったら、例えば生物のところがダメだとか、手指を冷やしちゃいけないとかって言ってるにもかかわらず、まあ、すっぽんとか、なんだ、すっぽんの卵とかね。別に、あれは、あれがダメな食べ物って言ってるわけじゃないですよ。ただ、ラーメンね、爆食いしてたとか、天ぷら、天丼爆食いしたとか。で、これに関しては、あくまでも、放送が2月22日なんですよね。これこれさんの生ライブは。で、その前、もっと前から、実は1週間近く前から資料提供してるんですよ。ってことは、そこまでの時点のもので喋ってるんです。でも、ここを突っ込んでいくと、後から、例えばあの食べ物は水木は完食していませんとか、それ後から出してくるじゃないですか。結局、こっちがつついて、で、今回、サニージャーニーが、動画を出したわけですよね。で、これこれさんのサビオ疑いに関してっていう動画を出してるんですけども、これだって、これこれさんのライブ配信があったから、出したわけですよ。うん。いいっすか？サビオを疑ってる人に向けてアンサーですって言ってるんですけど、最初から、この人たちは、私たちは病気ですよっていうのは出してるんですよ。ただ出してるんですけど、その内容があまりにもひどかったから、ここまで来てるわけ。ええ。で、それで、じゃあ今度は、これこれさんにね、水木さんが、まあ、ちょっと待って、一旦ここ戻すか。はい。で、そこまでの資料なんですよ。で、そこで、今回そのこれこれさんのライブに取り上げていただいたっていうところに関しての、改めてお礼っていうところなんですけれども、その、時間が限られてる中で、一点だけ、じゃあどういうふうに持っていくかっていう話の中で、視聴者の方とか、そういった方たちが興味を持つものはどこか、で、しかも、完全に話の内容として明かされてない部分。で、もう一つは、その、これこれさんの方も、まあ、事前の資料を持ってる他社知ってるんですよ。ただ、視聴者の方たちって、なんか11万人ほどが同説してたんですよね。同説、同時接続。結構な人数が見てたんですよ。で、私の同僚とかが3万人ぐらいとか5万人ぐらいですよって言ってたのが11万人だったので、で、社用携帯でこっち実は置いてたんですよ。で、これ見たら、うおっつって、で、もうコメントも、なんかバーってくるんですけど、ずいぶん自分叩かれてんなと思って、ジャパネット高田みたいだけど、なんかまあ叩かれてました。てか、かなり叩かれてたよね。いや、嫌われてるわと思ったら、まあしょうがないんですけどね。無名のね、男っていうのもあって、まあ叩かれて、で、それをこう聞いてた同僚とかも、まあ、たまたま聞いてた人とかもいるんですけども、お前心臓強いなって言われたんですけど、それなりにね、それなりには、ダメージ受けてましたよ。それなりには。ただ、途中から笑っちゃって、あ、ごめんなさいね。すごいヘラヘラしててとかいろいろ言われたんですけど、笑っちゃったんですよ。なぜ笑ってしまったか。まず、一から説明しなきゃいけないじゃないですか。みんな初めてですよ。サニージャイ知らなかった人たちが多いと。初めての人のために説明しなきゃいけない。ただ、もう4ヶ月近くの話で、しかもこの人たちってさ、一応4月からは、去年の4月から日本一周の旅で出てるわけで、この一連のこの流れと、この出していく資料を全部一から説明してたら、ものすごい時間かかるんですよ。これ何かあったら私の動画で20個以上が、30個くらいですかね、サニージャーニーの話してるんですよね。これを要約していかなきゃいけない。で、しかも、YouTube 発信だけではなくて、こう、まあ、ブログであるとか、ボイシーであるとか、あとはインスタグラムとかね、ツイッターとか、まあ、そういったもの、もろもろ、そういったこと、で、あとライブ配信もあったじゃないですか。そういうところのやつを一個一個上げていったらね、まあ、視聴者飽きちゃいますよ。うん。
飽きてしまいます。で、話長いとか飽きたとかなるじゃないですか。で、それでコロコロさんも飽きてきちゃいますよ。っていうところもあって、で、この受け答えも初めて知ったみたいな感覚でやって結構冷静に来るので、で、まあ非常にこう頭いい方なんですよね、これこれさんって。なんですけど、なんか笑っちゃったんですよ、それで。知ってるやん、つって。自分知ってるやん、みたいなさ。それで笑っちゃったんですよ。で、もう一つは叩かれてるやん、俺、つって。こう。いや、話してる内容とかじゃなくて、ああ、話し方って重要なんだなって思いながら、ただ、その、私をね、登録していただいてる方たちは、私はこういうお話の仕方を、知ってるとかっていうことで、すごい擁護していただいてるんですけど、で、皆さん、あれですね、視聴していた方がコメントくれたりとかして、それが途中飛んできたりとかして、目でパッて見えたんですよ。その時に、ああ、この人、いつもコメントくれる人だ、みたいな感じで見えたので、すごい、その時はね、ほっとしました。ホームにいた感じです。ただ、ものすごいアウェー感がね、すごいアウェー感あった。本当に。アウェー感ありました。で、なので、ご協力いただいて、ご協力していただいている方たちが、何を、こう、もっと追求してくれればよかったとかっていうのが、ちょっと私も、ごめんなさい、打ち合わせとかをね、ほとんどしてなかったので、あの場では、まあ、多少やっぱアドリブが多かったんですけど、ただ、事前資料として、一応、ワードでですね、A4 用紙で12枚ほど作ってました。いや、脅すんだもん、みんな。これこれさん怖いよって。もうだからね、台本みたいに作ってたんですよ。ガタ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 で作ってたんですよね。まあ、それで寝不足だったっていうのもあるんですけれども、仕事の合間に作ってたって言って、ただほとんど使わなかったですね、あれはね。使いませんでした。まあ、しらしらってこう見ながら、こうやって電話しながらこう見てたんですけどね。ああ、でもこれ使わないかなとかって、っていうところなんですよ。で、本当は、作業かどうかっていうところは、告発の内容のうちの一部分なんです。うん。だこれはね、よく、まあ、今、これがかなり取り上げられてるんですけど、実はここじゃないんですよ。本当は。これこれさんに取り上げたかったのはここじゃないの。だから、ところどころ話してたんですけど、まず一番は、お金の集め方なんですよ。うん。ここに批判が結構いってる。で、あとは、公平さんの、その発信の仕方が問題なの。発信の仕方が問題なんだよ。で、あと、水木さんの、要は、扱いがひどいとか、水木さんの振る舞いとか、あとは、なんていうか、まあ、時系列がぐちゃぐちゃとかね。まあ、そういったところが問題なわけなんです。で、丸々全部を言えなかったっていうところなんです。これ時間的な制限です。これは。はい。なので、一点の、診断書、その、作病疑いっていうことに関しての、それに関してはもう診断書、このペラ1枚、これだけに要点を絞らせていただいて、話を持ってったんです。はい。で、これが、その流れです。で、今回の、サニージャーニーが、提示している作病疑いの動画についてっていうふうに、まあ、要はアンサー動画っていうふうにやってるんですけれども、この人たちさ、まずさ、動画を本日中に上げるって言って、で、10時には上がる見込みですみたいにコミュニティでやってんたらさ、まずそこの時間は守ろう。うん。根本的なところで、この二人はなんで自分たちが炎上してるかっていうのをね、理解してないんですよね。うん。改めてなんですが、この人たちが、この二人が炎上してる理由っていうのは、詐病を疑われてるから炎上してるんじゃないんですよ。こんな風だったら詐病が疑われても仕方ないよねっていう風にコメントが来ちゃうわけ。で、何かあったら、で、あともう一つはさ、ディズニーランドの話あったじゃないですか、あれ。で、あれだって、いや、ディズニーなんて話になってって言うかもしれないですけど、結構な問題なんです、あれも。うん、だって、いいっすか、改めてですけど、お金がないって言ったんだよ。で、それまで、まあ、おさらいですけど、今回の、このサニージャーニーの動画の流れです。38分の長尺動画なんですけど、3分でまとまります。はい、説明します。何か、まず、私たちは、本当にガンですと。うん。で、今から証拠をお見せしますと。で、ウィッグを、こう、パッて外して、で、これネットを被ってるんですけど、髪がこうやって薄くなってますって見せました。で、CV ポートをこうやって見せます。うん。はい。で、CV とここにあるんですって言って、で、過去の、ブログで、CV ポートを外すっていうシーンをね、パッて出すと。はい。で、あと、
この診断書に関してはこれですって言って、おなじみの診断括弧証明書をここに出すわけです。で、これは個人情報の観点でこれは無理ですと。明かせませんって言って。で、他に、レシートとか明細のがあるんですよねって言って、ここが、またここ白塗りになっちゃうんだけどね。はい。で、出せません。で、今薬、飲んでる薬はこれです、これです、これですって言って、薬をこうやって水木さんが出していくというところなんですよ。それで、じゃあこれでも、で、目覚ましテレビの時、目覚まし8の件ではって言って、はっきり言ってたんですけど、その時は診断書見せてませんって言ってた。今までは、診断書を見せたかのような説明の仕方したじゃないですか。今回はっきり診断書は手元になかったので見せませんって。だから言ったじゃん。だから、なかったんだよ、あの時は。ね、うん、だから、それ、なかったんだから。ないんだから、しょうがない。出せなかった。だから、それを分かる人に出したなんて、そんな、そういうのはさ、ダメだよ、そういうのは。本当に。うん。で、そこはちゃんと訂正してたね。で、それでここまで言っても信用できないって言うんだったら、それは、もうしょうがないと。で、途中ね、公平と水木がね、ちょっと泣くシーンがあるんですよ。うん。自分たちが、本当に闘病しててやってるのにもかかわらず、ここまでこうやって風に言われたら、どうどうどう、ああだこうだっていうのを、まあ、言うって、まあ、泣くんですけど、その後パッて、まあ、喋ってるんですけれども、で、まあ、これは目から鱗だったんですが、証明する方法としてって言って、第三者で、影響力がある人で、しかも、この二人が信じられる人間が、病院に一緒に来て、で、水木さんの、その点滴、抗がん剤を打つ点滴とか、そういったものを、同伴で見て、で、私では見てきたよって言えばいいと。これが証明になる。うん、だから、これこれさんが、実際に、水木さんの病院に来て、で、一緒に抗がん剤を打つとこを見て、で、これこれさんがライブで、確かに、サニージャニーの二人は、抗がん剤と病院通ってるよっていうのを、言えば解決すると。で、もしそういうことをやった後に、詐病なんじゃないかっていうふうに言ってた人はどういうふうに取るんですよね。どういうふうに言うんでしょうね。とかみたいなことを、こう、ちょっと挑発的に言ってたんですよ。うん。はい。これね、それを見て、やべえなって、もし詐病を疑ってるっていうふうに、これ詐病なんじゃないかって疑ってしまったとか発信してしまったっていう人は、ちょっとビビったかどうかわかんない、まあわかんないですけど、もしビビってしまった方いたら安心してください。大丈夫です、それは。なぜかって言ったら、こういうふうなここまでの状態だったら、詐病なんじゃないのって疑っちゃうって言ってるだけなので、決めつけてないんですよ、別に。で、しかも、発信の内容変えてってるじゃないですか、この人たち。うん。だから別に、決めつけてるわけじゃないんですよ、こっちは。これじゃあ疑われてもしょうがないでしょ？もっとはっきりするものを出してって言ってるだけなので、で、それを今まで出さなかったじゃん。出さなかったでしょ？うん。で、CV ポートに関して言うと、確かに抗がん剤治療とか点滴で主に使うんですよ、これ。なので、別に特殊メイクがどうとかっていうわけじゃなくて、これね、場合によっちゃなんですけど、ビタミン C 点滴とかでも使ったりするんですよ。だからといって別に、何らかの病気ではあると。それは分かってますよ。じゃあ、それが抗がん剤で、嘘ついてるんじゃないかって、別に嘘ついてるとは言ってないですよ、私も。うん。ただ、これこれさんのライブの内容、ちゃんとこの人多分聞いてないんだなと思ったのが、私見て、最初にがんを発表、告知をして、で、クラファンを集めて、で、ここまではみんな普通に信じてるじゃないですか、と。ただ、その後の出し方とかが、ひどくて、疑いを持ち始めて、で、じゃあみんなに疑われてんだったら出してやるよって出した紙があれだったの。うん。その瞬間みんなが、いや、これはおかしいでしょってなって、疑いがボーンって弾けちゃったわけですよ。うん。いやー、これはないんじゃないって言って。だから逆にあの診断書はおかしいんじゃないかっていうのがあったわけ。で、もう一つは最近出した血液検査の結果とかそういったことに関して、セカンドオピニオンを6回も言ってて、なおかつ血液検査とかそういったことの話もちゃんとしっかり聞いててる人間でしょ？公平ちゃんは。にもかかわらず、アミラーゼの数値とかわかんないなーみたいな感じの、こう、ちょっとしたとぼけた感じ。うん、この、公平さんの、この行為が本当は知って、わかってるにもかかわらず、わかんないふりをしてるんじゃないかとか、
ね、逆に分かんない、こんなのも分かんないような人間が、セカンドオピニオンとかサードオピニオンって、言ったところで何になんのとか、あとは、がん闘病している奥さんがいるにもかかわらず、とぼけたふりしてるなんて、なんて不謹慎だとか、そういった行動もろもろ、この発信の一つ一つ一つに、炎上が来てるわけ。で、大きな括りで炎上ってなってるんですけれども、サニージャーニーのこの部分に関しては納得いかないとか、この部分に関してはひどいとか、こういろんなのがあるわけ。ボコ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 で。で、これが全部ひっくるめて、私は病気だと思ってますが、公平さんのあの態度が嫌いとか、それはないんじゃないのとか、そういったものなんですよ。それで炎上してるんです。だから今回、これこれさんの、その生ライブ配信で、見たことによって、じゃあ、改めて出しましたって。これ最初からそういう風な出し方で誠実に出してればよかったんですよ。だけど、ちょっとおちゃらけたりとか、なんかよくわかんない感じにしてたじゃないですか。特に12月とかね、キラキラした感じとかって。だから発信の仕方なんですよ。発信の仕方がまずです。で、あと、確かにね、こう、サムネで、まあ、スクショして、こう、今どうですかっていうふうに、こう、これこれさんから来て、突然来たので、やぶだったのでって言うんですけど、まあ、あれに関しては、まあ、真偽不明ですね。まあ、正しいとも言えるし、どうなのかっていうのもあります。ただ、スクショしてる感じだと、まあ、今からどうですかっていうふうに、来てるので、まあ、突然なんだろう。わかんないです。突然なのかもしれないです。ただ、これこれさんのライブに参加させていただいた人間からすると、夜中に突然ツイッターの DM だけ送ってくような人じゃないです、あの人は。だって、初対面でわけわかんないじゃん。いくらこれこれさんが196万人の大 YouTuber だとしても、サニージャーニーがこれこれさんを知ってるかって言ったらわからないです、それ自体は。日本人口1億2000万ですからね。はい。で、そうでしょ。で、私の周りでもこれこれさん知らない人たくさんいました。ネットの人たちだと知ってるんですよ。で、まして、サニージャーニーっていうのはさ、そうやってアンチコメントとかそういうことは一応見てないと、言ってるわけじゃん。で、あと、そんないきなりね、夜中の11時20分とかに DM だけ送って今から出られますかなんて、送るそこまで非常識な人じゃないと思うんですよ。だって、これこれさんちゃんと、返してくれてたよ。普通に連絡も。もちろんあの人の時間帯、生活してる時間帯っていうのもあるので、日中に帰ってくるとかそういうのないんですけど、質問すれば少し時間は置きますけど帰ってきたりとかしてましたし、無事にこうやって取り上げてくれたわけじゃないですか。で、話し方も別に横柄な感じでもなかったですし、それをいきなり初対面の、まして、サニージャーニーってツイッターをさ、散々更新してるわけじゃないじゃないですか。ツイッター見ていただくとわかりますけど、ほとんどやってないです。やってなくて、一番、あれじゃない?最近のやつとかっていうのは、あれ、コムドットさんにフォローされたみたいな感じで、コムドットさんみたいな、それぐらいでしたよね。そういった、ほとんど凍結状態のツイッターの DM を、これこれさんが事前に何の連絡もないで、今出れますかって、いきなりやるかしたら、これはね、ちょっとね、ないんじゃないかと。だから、もうちょっと前に、まあ、今回ね、取り上げられることになるんですけれども、まあ、もしよろしければ、ちょっと突然連絡することがあるとは思いますが、よろしくお願いしますと。で、これこれと申しますぐらいまで多分やってると思うんですよ。これ、やってると思うぐらいなので、ここら辺はね、どうかなっていう、なんで、じゃあ、その10万人以上の YouTuber 同士っていうのは、Twitter でいきなり DM 送られても返せるような、そんなフランクな中、な、感じのパーティーでもあんのかったら、そういうわけじゃないじゃないですか。トップ YouTuber パーティーみたいな。別にそういうのあんの?わかんないけどね。で、いくら相手が、例えばじゃあ、で、誰だろう。じゃあ、例えばヒカキンさんだとしますよ。で、私が例えばじゃあ20万人ぐらい登録者ができたとしました。で、20時半とかに、ヒカキンさんから DM がポッて来たとしますわ。で、そこで、全然面識ないですよ。私、ヒカキンさんの動画一回も見たことないんで、実際見たことないんですよ。なんかよくわかんないね。で、それが来た、夜中に来たとして、ふって次の日見て、なんだこれってなりますよね。ヒカキンさんからなんか、まあ、まずいたずらかなって思う。
で、たどって、ああ、そうだったんですね、って言って。でも、じゃあ仮にさ、こっちが、じゃあ逆の立場だとして、ヒカキンさんとか、自分がじゃあ、これこれさんだとして、20万人ぐらいの人に、しかもこのツイッターをやってんだかやってないのか、こう、よくわかんない発信。で、しかも、喋ったことないんだよ。サニージャーニーっていうものが、他の人からの資料で、知っただけであって、前から知ってた人じゃないんですよ。どんな人かわからないんですよ。この人にいきなり、今から出れますかって DM 送る？送るかってことなんですよ。だから、前のものがあって、で、そのスクショをね、出してるのかもしんないんだけど、だから出し方がね、俺ちょっとよくわかんないですけど、ああいうことってあんのかなってことです。本当に。ただそのスクショに関しては、まあ、そうやってやってるって言えば、まあそういうことでね、ただそこまで非常識な感じなのかなって。だって初対面ですよ。全然面識ないんですよ。取引先とかにいきなり夜中の23時20分に行けますか？なんて言います？で、しかもサニーちゃんって YouTube の動画1週間更新しなかったんですよ、これ。1週間近くか。ん？ 1 週間？もう1週間経つかな？やってないわけじゃないですか。で、そういう人にいきなり送るかって言ったらちょっとね、そこ考えにくいですね。すいません、何回も同じこと言ってしまいまして。で、まあ、そのアンサー動画で、まあ、病気を疑ってる人たちはこうだって。全然いいじゃないですか、それで別に。いいんですよ。ただ、分かってないなってのは、だから、その差病かどうかもいいの。いいのよ。もう全然。そんなのどうでもいいの。別に。そうじゃなくて、もう一つ知りたかったっていうのが、まあ、水木さんはね、ああは言ってるんですけど、水木さんって、まあ、要は自分がキラキラして楽しい時とかに撮りたいっていうのはあるわけじゃないですか。ただ、浩平さんが、定職についてない以上は、YouTube の動画っていうのは仕事になっちゃうんですよ。だから今回、一番傷ついたのは、誰かみたいな話をした時には、多分おそらく水木さんになっちゃうんです。で、なんでかったら、結局、水木さんの癌闘病のこの告知からのネタで、浩平氏が、よくわけがわからない発信をしたがために、こんな風になっちゃってきてるわけじゃないですか。で、要は、浩平氏働けよって言われてるわけでしょ？で、それが傷つくって言うんだけど、定職についてないってことは、収入源が YouTuber なんですよ。そうすると、自分が、この、癌闘病っていうこのネタを使わないと、自分の治療費も、浩平氏の、その生活費もこれ稼げないんです。わかります？これ定職ですよ。YouTube 以外のもので仕事してれば、別に働いてるとこれ給料もらえるわけじゃないですか。だけど、YouTube とか、ブログとか、ボイシーやってる以上、発信の仕事をしないと、再生数が取れなかったり、このオフセだってクリエイター支援ってことは、この、YouTube とかこういったものをクリエイトしていかないと、オフセなんかこれでもらえないわけ。で、それは分かってるわけで、本人も。そういった時には、まあ、確かに自分が、キラキラしたって撮りたいと思ったとしても、タイミングとかもあるし、本当は撮りたくないな、こういうことって発信したくないなと思ってたとしても、やると。やると言った。そしたら、すかさず言うわけですよ。これは、すべて水木の意思ですって。で、水木やるって言ったよねってことです。で、だからここら辺の部分が、炎上の元でもあるんですよ。だって、浩平さんがさ、YouTube とかこれ発信作業で、ね、お金集めようと思わなければ、別に水木さんがただ遊んでるとかね、ご飯食べてるとか、ガンだって言って、でも頑張ってるんですよ、こんだけ頑張ってるんですよ、っていう、別に闘病のものなんか移す必要ないじゃん。だって別にそれで再生数取らなくていいんだから。自分たちのペースで取れるわけ。でしょ？で、それで生活費っていうのをさ、別途こうやって持ってくれば、それで生活成り立つわけだから。成り立つの？成り立ってるじゃん。成り立ってんじゃん。仕事して成り立ってて、みんな成り立ってんじゃん。なんだけど、その病気の体を押してまで、活動しなきゃいけないってことで、だから、水木さん辛くないんですかっていうのを、これこれさんのところでチラッと言ったんです。チラッと。ただ、詐病かどうかっていうところに焦点が行き過ぎちゃってるので、あそこはそこで終えてるんですけど、炎上の内容っていうのは、今回はそこじゃないってことに、改めて気づいてないんだよ、この人たち。それが今回のアンサー動画なんです。はい。まあ、
そういう風に、ぶっちゃけ持ってったんですけどね。こっちも。持ってってるんですよ。うん。そこに焦点当ててる。で、そこのところに本人たちが気づくのかって言ったら、気づかなかったっすね。だから、おそらくこの後、私たちの意思でなんかやってて、別に水木は無理なんかしてないんですよ、とかっていうのをまた上げてくるんじゃないのかなと思ってます。だってさ、そもそもさ、配信の時間とかそういったこととかをさ、事前に守れないようなもので、ね、不誠実なんですよ。視聴者に対しての行いっていうのが、何かって言って、上から目線で喋ったりとか、やれるもんならやってみろぐらいの、こう、言い方でやってきたりとか、愛のない人間だ、人たちなんですとか言ったりとかさ、ね、1ヶ月近く前のものを出してしまったり言って、あとさ、俺そろそろ私が代わりに答えてやろうかって企画みたいにちょっと思ってたんですけど、サニージャイにへの質問って募集してさ、2週間も経ってるけど、まだ出さないでしょ、これ。あれ企画終わっちゃったの、あれも。一週間ほどになりますってさ、募集してさ、全然出さないじゃないですか。うん。あんなのは、本来コメントで返していけばいい。済むようなレベルの話ですよ、あんなの。うん。でもやらないでしょ？で、お布施をしてる人に対してもさ、返信。返金が目的なんじゃないんですよ。コメント、その応援コメントとかに対しての返信が来たら、それはお布施をね、した人って喜ぶわけですよ。嬉しいわけじゃないですか。でもそれはない。で、納得いかないなら返金しますからって逆ギレ。ええ。やって、これ炎上するに決まってますよね、こんなことやってたら。思いません？確かに自分たちの YouTube のコメント欄は、荒れるものとかは削除しますよとか、今承認制にしてます。別にそれは気持ちはわかりますよ。ただ、何でもかんでも削除してブロックして、ね、お花畑みたいにして、で、高評価率 95% とか言ってしまったりとか、ね、あなたならどう証明しますかみたいな、ちょっと逆切れ気味に言ってしまうとか、これ全部水木の意思です。水木の意思です。水木の意思です。っていう風にやり続けるとか、ね。ただそういう一つ一つなんですよ。だからこれからもね、炎上は止まらないと思います。動画出してても。うん、なぜかったら、浩平さんの行いとか、これから出すものとかっていうのが、やはり疑いが出るようなもの。まあ、疑いっていうより、不満ですよね。不満。で、YouTube ってでもそういうものでもあるんですよ。この前のこれこれさんライブで散々バカ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 。ないでしょ。そういうもんなんですって。確かに。うん。だから、闘病チャンネルとかってのは難しいんですよ。うん。で、それで、ただお金をね、人からお金をもらってる以上は、それはしょうがないです。うん。で、じゃあ泣いてる人間に対して、ね、ひどいんじゃないか、くだまきっていう風に言うかもしれないですよ。しょうがない。それはそれで、私はひどい人間だと思います。それはそれで。うん。なぜかって言ったら、お金ってのはね、そんだけ重いんだよ。お金を稼ぐっていうのは、そんだけ重いことなの。人からお金をもらうっていうのは、そんだけ重いの。ね。人を馬鹿にするのもいい加減しな。サニージャーニーもそれ言ったら。そういうことを、そんなの炎上なんかあるんだよ。ね。楽しいことだけ見て、で、そういう人に対して、配信作業ってそういうもんなの。何も言わずにお金くれなんて、それこそ失礼だよ。俺たちが遊ぶ金、私たち、水木が幸せになる金だから、病気の人に対してなんだなんて言うかもしれないけど、そのお金を稼いでる人たちってのは苦労して稼いでるんだからね、うん、苦労して稼いだそのお金をいただこうって言うんだから、それはそれで誠実に対応しないと、それはそれで失礼でしょ。お金っていうのは場合によっては命より重かったりする時があるんですよ。人によってはですよ。うん、お金が欲しいんだよみんな。お金ってのはあればあるほどいいんですって、それ。それは。うん。いや、ないよりあった方がいいでしょ。うん。ただ、幸福度が変わるってのはね、年収800万円以上から、幸福度は変わらないっていう風な研究結果あるんですけれども、とはいえ、ないよりはあった方がいいんです。うん。これは揺るがないですね。お金嫌いな人っています？うん。だけど、お金は大切なものじゃないですか。じゃあ、ちょっと話するんですけど、お金って一体何かって言ったら、人に、嫌なことをさせることができる剣なんです、あれ。で、嫌なことっていうか、その人が、例えば1万円札。1万円札ってのは、1万円札を渡して、その渡した相手が、1万円と、この同等の価値を生み出すぐらいの行動をしてくれるっていう信用の対価なんです、あれは。だから日本円ってのは、高かったり、その他の東南アジアのお金よりも高かったりするわけじゃないですか。ドルが高いってのは、100ドルあれば、アメリカ人が100ドル分の動きをしてくれるんですよ。だから、1万円あれば、日本人が
1万円ですよ。日本円ですよ。1万円あれば、日本人が1万円分の動きを自分にしてくれるっていう証明なんです。うん。そういうことなんです。だから、重いんですよ。それは。その分の対価なんだから。だからそれを、皆さんの飲み代分、1回分ぐらいでなんて、簡単に言ってたりする、そういった神経ですよ。それと、無神経すぎますよね。そういったことで炎上なの。だからお金ってのは重いんだから、お金を軽く考えすぎなんですよ。定職について医療費払えばいいわけじゃん、そこだって別に。で、それに対してさ、マグロ漁船にデモとか、ね、保育士なんかお金がね、全然も、稼げなくてやってらんないみたいなさ、そんな言い方したりとかしてるわけじゃないですか。だから、そういった行動一つで、そうやってお金、人から集めたお金で、水木さんの治療費に当てるかと思いきや、遊ぶお金にしてて、で、水木さんの幸せのために使うって言ったじゃんみたいに言うけど、その誘導としてがんになりました、クラワンします、このやめて、でお布施に切り替えますって、この流れにしてるわけだから、この流れで言ったら治療費でしょっていう風に、治療にも使うでしょってか、治療に使ってくださいよってなってるわけ。でも水木の幸せのために使うって言ったじゃんみたいな感じで、で俺も遊ぶぜってやってたらこうなったんだよ。わかった。後で総集編出すわ。はい、出すかな、出さないかもね。はい、過去動画でも散々喋ってるってのもあるので、ということでね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、まずですね、これこれさんのライブ、改めて、ご協力をしていただいた方々本当にありがとうございます。擁護していただいた方もありがとうございます。そしてさらに批判していただいた方もありがとうございます。私を見ていただいたということで、結構嬉しいですね、あれね。笑っちゃいました。すいません。笑ってしまったらそういう理由でございます。はい。で、あと、私が動画を出さない間にですね、心配していただいた方々、本当にありがとうございます。ミプリンさん、本当、喉大切にしてって言ったじゃんっていうことなんですけど、その通りなんですけども、ついついですね、まあ、営業もしてるんで、喋るんですよ、仕事柄。そうするとですね、声はどんどん夜になってくると枯れてまいります。はい。はい。というところとですね、改めて、サニージャニーのお二人が、別に詐病かどうかっていうところの問題じゃないの。うん、別に、ガンだと思ってるよ、そこは。うん、ただ、それまでの、この行いとかで疑われてしまうよねっていう、そういった材料を提供してるだけなので、うん、そのね、あんま感化しないで。ね、病は気からって言ってるわけじゃないですか、自分らでね。はい。っていうところと、あともう一つは、やっぱり時間帯ってのはある程度守りましょうね。うん。なんかいろんな主役があって、ね、動画の配信がさ、もしかしたらだよ。これちょっとおこがましいことかもしれないんですけど、夜10時って言ったけど、どうせくだまきがこの動画を見た後に、動画出そうとするから、遅くすれば遅くするほど、あいつの動画って遅くなるんじゃねえか、みたいな。倍率は取らねえんじゃねえかって思ったかもしれないですけど、サラリーマンはね、金曜日の夜とか残業してるので、あの動画が出る直前ぐらいまでね、仕事してたんですよ。はい。まあ、いや、リモートでした。で、帰りの電車でもパソコン叩いてました。はい。で、パソコン叩きながら見てましたから、こうやって。ああ、やってなーとか言って、おー、頑張ってなーとか言って、頑張ってなー、おのいとーとか言って、ね、って言ってやってるぐらいなので、で、それで帰ってきて出してるので、これ通常営業なんですよ、こっちは。ね、はい。ということで、皆さん、週末ということでね、はい。あと、エッセンシャルワーカーの方たち、保育士さんもそうですし、看護師さん、医療従事者の方々、発電所で勤務される方、電力会社の方々、ね、あと、まあ、電車とかね、物流の方とか、サービス業の方たち、皆さん、土日ではありますが、そこが逆に繁忙期ということで、働いている方々、いつも、本当に、ありがとうございます。皆さんのおかげで社会が成り立っております。ありがとうございます。というわけでですね、あと、視聴していただいている方々もですね、私はそのおかげで成り立っております。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。だから、言った本当にさ、そのお金なんだよな。うん、そうかな。はい。